さあ、ひずまきすきなさい。むかしむかしあるところに、悪逆非道の王国の頂点に君臨するは、弱い14の王女様、絢爛豪華な調度品、顔の欲にため血使い、愛馬の名前はジョセフィン、すべてがすべて彼女のもの、お金が足りなくなったなら、愚民どもから絞り取れ、私に逆らう者たちは、粛清してしまえ。さあ、ひざまきすきなさい。悪の花が蓮に咲く、鮮やかな彩りで、周りの哀れな雑草が、愛を分となり朽ちていく。僕の王女が恋するわ、海の向こうの青い人。だけども彼が隣国の緑の女に一目惚れ、嫉妬に狂った王女様。ある日大臣を呼び出して、静かなられていました。緑の国は奉納しなさい。幾多の家が焼き払われ、幾多の命が消えていく。苦しむ人々の嘆きは王女には届かない。あら、おやつの時間だわ。秋の花が蓮に咲く、苦しい踊りで、とても美しい花なのに、ああ、トゲが大月で触れない。悪の王女を倒すべく、ついに人々は立ち上がる。烏合の影が率いるは、赤き鎧の女剣士。積もりに積もったその怒り、国全体を包み込んだ。長年の戦で釣られた兵士たちなど敵ではない。ついに王宮は囲まれて、家臣たちも逃げ出した。可愛く可憐な王女様、ついに捕らえられた。この無礼者。悪の花が蓮に咲く、悲しげな彩りで、彼女のための楽園は、ああ、もろくな儚く薄れてく。昔昔あるところに、悪逆非道の王国の頂点に君臨してた。弱い14の王女様、処刑の時間は午後3時、教会の鐘が鳴る時間。王女と呼ばれたその人は、一人小屋で何を思う。ついにその時はやってきて、終わりを告げる鐘が鳴る。民衆などには目もくれず、彼女はこう言った。あら、おやつの時間だわ。悪の花が蓮に散る、鮮やかな彩りで、後の人々はこう語る、ああ、彼女はまさに悪の娘。